8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで三塁手作っていきます。で今回もリクエスト回になってます。日ハムのレアード選手ですね。こちらを再現したいと思います。なので名前はレアード、右投げ右打ちの三塁手、フォームがオープンスタンスの17ですね。好きな球団はもちろん日ハムでやります。で目指す能力としては、弾道が4、ミートが D、パワー A、走力 E、肩 A、守備 C、捕球 E ですね。で、まあ、パワーと肩、特化した選手を作れればいいと思います。で、一応特殊能力なんですけども、チャンス F、対左 B、パワー比、片目三振逆境を持ってますね。これは取るの難しそうですね。なので、パワー強化のカードと、あとは、そうですね、肩強化、こちらのカードで合わせて持っていこうと思います。はい、では始めていきます。はい、では第1ステージ始めます。まず初期ですね、27、29、26、37、28、33ということで、肩がすごいいいですね。であとはパワー特化させたいんですけども、30超えてないのがちょっと辛かったかな。ガンダー、宝箱、筋力マスが1個2個3個あるのかな。肩マスが1個だけですね、第1ステージは。まずは肩の方行きましょう。ここぐるっとはてな、お宝箱いいですね。あー宝箱そこ来たか。じゃあさっきこっち行って、走力うーんまあ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 、エラー回避、ミートでガンダ、よし逃げられたらちょっとめんどくさいですね。おいいですね、人流カードゲット。で体力回復して、宝箱取りたいんですけれども、シャッフルマスがあるんで、これは先シャッフルしちゃいます。どこ行った、おーゴール付近に行ってくれましたね。よかったよかった。で筋力筋力、エラー回避上げても仕方ないんで、あんま高くしたくないんでね。お無地になって、体力回復いいですね。宝箱取って、およしパワー超人で、ね、いいですね、いい引きできた。であとはこのステージはもういいですね。最後守備だけ上げたいな、シーン目指すんで。はい、第1ステージ終わります。はい、では第2ステージやっていきましょう。筋力が1個、肩が1個2個3個、肩3つ、弾道もありますね。肩3つの筋力1つ、弾道が1個、どう回っていこうかな。体力回復もあるんで、でうまく紫ので、全てのマスを筋力マスか、肩マスかに変えられたらいいんですけども、このステージないですね。お回復いいですね。走力、肩、ハテナ踏んで無地が輝いた。お筋力増えましたね。じゃあ取り行きましょう。ミート筋力3いいですね。走力、どういこうかな。体力の方はどうしよう、後回しにしてもいいですね。ぐるっと先上回ってから行きましょうか。選手層も、あ肩下がった、肩は下がってほしくない。はい、あミートか、まあいいでしょう。やる気ダウン、守備回復、肩、走力、ここのステージそこそこ能力上げられたんで、まあパワー D まで来てるんで、まあ第2ステージとしては順調かと思います。ゴールしちゃいましょう。はい、では第3ステージやっていきます。はい、全体的にはこんな感じですね。肩マスが1個、筋力がないか。宝箱が1個だけですね。このステージちょっと長いするにはあんまいない方がいいかもしれない。まずはシャッフルマスの方、宝箱取ってからシャッフルしましょう。おあ筋力来ましたね。あ2個来た。宝箱取って、お野球超人伝、いいの引きましたね。全体的な底上げができました。いいですね。で、どうしようかな。
シャッフルをするか上に行くか。シャッフルしましょう。筋力がそこ行ったか。体力回復もそこにある。選手とも出会いたいんですけれども、肩がそこだと、ちょっと行きづらいですね。結局やる気今、不調なんで、ゼフ調になってもまあ、2個踏んでも、ゼフ調から下には行かないんで、よし、選手出会えた。ようですね。取るし、あんまり嬉しくない。走力下がる。まあいいでしょう。パワー、ミート。でもゼフ調なんで下がらない。で、肩を取る。4上がりました。いいですね。で、ハテナどうしようかな。行く。行かなきゃよかった。走力。で、エラー回避。走力。で、選手は止まった。まあ、回復しましょう。よしよし、ミート。で、このステージも取るものあんまないんで、ゴールしちゃいます。第4ステージ、やっていきます。パワーがもう C まで来てるんで、あとは肩も一気に上げていきたいですね。で、筋力マス。今回筋力マス多いですね。1、2、3、4、5、6、6個ある。で、肩が1個だけですね。で、宝箱が1個ありますね。この筋力マスを全部取っときたいですね。そうすれば A 近くまで行くと思いますね。でもどういこうかな。体力残り17なんで、計算をしないといけない。やる気じゃなくて、体力回復のおにぎりもうまく取っていきたいですね。このルートならギリギリいけるか。宝箱も取って。おにぎりの回復量次第で後半の動き方ですね、変わってきますね。宝箱は確実に取っておきたいんで、はてな、お、青くなった。いいですね。お、カレンさんの登場。宝箱の守護神現れましたね。カレン怖いな。カレン対策カードないっすね。補給、はてな踏んで、カード落とし、何？パワー強化、マジか。これ筋力上げてから、このステージ終わってから落とすんだったらまだ良かったけど。はい、六道さん現れましたね。おー、ということでカレンはさよなら。これ葵ちゃんだと一番嬉しいんですよね。パワー強化と、肩が上げてくれるんで。お、ノリノリゼフ長から一気に回復した。肩上げの、お、いいですね。5上がった。で、宝箱行きましょう。あー、肩下がっちゃまずい。宝箱、肩、守備か。まあ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 、悪くない、悪くない。で、このステージ、もう歩数ギリギリなんで、終わります。六道さんと会いたかったんですけども、ちょっと危ないですね。はい、では、第5ステージやっていきましょう。お、キャラクターワイワイステージ。最後、肩に一気に変換させたいんですけれども、肩マス変換のやつないですね。これ A まで行くかな。パワーは多分いけそうですね。肩が1、2、筋力1、2、3。肩4つかな。宝箱で肩超人伝引ければいいですね。ただ体力的にちょっと怪しいんで、プロ入りカードも持ってない。あと弾道も上げたいですね。パワー。パワーあと3、3で A、チャンスメーカー。まあいいでしょう。お、いいっすね。肩5。補給3。どういくか。これ宝箱欲しい。走力。あ、弾道下がった。弾道マジか。弾道は4を目指さなきゃいけなかったのに。ちょっと宝箱は後回しにします。ゴールできなかったら意味がないんで。お、いいっすね。おにぎりが2個も近くに。これは助かった。よし。よし、いい回復量。逆偉人で特殊能力何？守備職人さよなら男ムード丸。ちょっと違うな、欲しいの。いいね、この回復力。キャラクターワイワイだからバンバン選手来てくれますね。よし、さて残り13でしょ。どう回るか。筋力、ルート沿いに2個あるんで、そこで合計3上がれば A になりますね。で、肩も
67なんで、せめて B まで上げたい。どうしようか。どう動くか。弾道、今2なんで、4目指さなきゃいけないのに、2はちょっとまずいですよね。じゃあ、1、2。お、いいですね。2上がった。何くれる？何くれる？総力か。それ石、違うな。よし、弾道とりあえず3になりましたね。ここから肩。肩あと1欲しい。あ、でもルート沿いにあるんで大丈夫ですね。いや、でも上のを取っときたいんだけど、歩数がダメだ。お、パワー A になりました。目標達成ですね。で、肩の、よし、B になった。はてな、何来る？走力と守備。あ、まあ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 、まあいいでしょう。これでパワーとか肩が入れ替わってたらほんと泣きますね。走力。で、歩数、もうダメなんで終わります。よかった、レアードできた。いや、相当苦労しました。いろんな、もう何回やり直したことか。もうレアード地獄でしたね。はい、では最終的な能力です。弾道3、ミート D、パワー A、走力 D、肩 B、守備 D、補給 D、で、チャンスメーカー、さよなら男、守備職人。あと、ムード丸、持ってますね。これぐらいかな。で、最終的に目指したかった能力としては、弾道4。4が3になって、ミートが D から D、パワーが A から A、走力が E から D、肩が A から B、守備が D から C から D、で、補給が E から D ですね。まあ、平均的に、まあ似た感じの能力になったんで、レアード回として僕の中では合格点だと思います。もう散々やり直したんで。お、改造手術成功カード。で、最後ライブ戦士に登録するんで、よかったら使ってください。この番号ですね。この番号を入力してもらえれば使えるんで、よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録、ツイッターのフォローお願いいたします。じゃあねー。